ふむ、まだ合宿1日目だってのに、もうクタクタなんだぞ。これもツナ缶富豪のため、あいつらには絶対優勝してもらうんだぞ。壊れるような輝きは消してあげる。ん？なんか庭の方から歌が聞こえるんだぞ。壊れるような輝きは消してあげる。はあ、やっぱここでつまずいちまうな。こら、カリム、夜更かしすると鬼コーチビルにどやされるんだぞ。うわ、グリムに監督生、もしかして寮まで声聞こえてたか。悪い悪い、昼間クタクタになるまで練習したのにまだやってんのか。全然そんなんじゃねえって。こんなことしたの今日生まれて初めてだよ。俺メインボーカルに選ばれなかったの結構悔しくってさ。え、全然そんな風に見えなかったんだぞ。俺も発表された時は何にも感じなかったけど、さっきベッドに入って目を閉じたら、だんだん悔しくなってきて、いても立ってもいられなくて、練習しに来たんだ。俺、こんな気持ちになったの、初めてでさ。ふふん。さてはおめえ、今まで手に入らねえもんなんか何にもなかったんだろ。すげえ大富豪だもんな。羨ましいやつなんだぞ。ああ、うん。そうなんだけど、そうじゃないっていうか、ちょっと違うんだよな。俺、自分が選ばれて当然だなんて、考えたことさえ、一度もなかったってことは、それが一度も頭をよぎらないくらい、ジャミルが俺に席を譲ってくれてたってことなんだよな。きっと、悔しいよ。すげえ悔しい。そんなこと言ったら、オーディションに落ちた俺様の方がよっぽど悔しいんだぞ。ああ、それもそうか。悪い、嫌味を言うつもりじゃなかったんだ。いや、俺こういうとこだよな。ほんとすまん、うん、素直に謝られると尻の座りが悪い。エースたちなら逆に煽ってくるのに。そう思うなら絶対に VDC で優勝するんだぞ。そうだな。頑張るから応援してくれよ。騒がしくして他の奴らを起こしたくないし、歌の練習はやめにして、今日は寝るとするぜ。なあ、おやすみ、監督生、グリム。俺様たちも早く部屋に戻ろうぜ。肉球の裏が冷え冷えなんだぞ。